桑名市を拠点に活動するサッカークラブビアティン桑名の今シーズン序盤戦を取材しました。去年の雪辱を果たすべく動き始めています。2012年1月に発足したビアティン桑名、三重県初の J リーグクラブを目指して桑名市を拠点に活動しています。一躍注目を浴びるきっかけとなったのは2013年2月、四日市中央工業高校出身の元 J リーガー2人と契約を結んだことです。さらに4人の元 J リーガーが加入しチームの強化を図りました。2013年のシーズンは三重県2部リーグで2位に入り、1部リーグへ昇格。三重県社会人サッカー選手権大会では東海社会人リーグ1部に所属する FC 鈴鹿ランポーレに勝利しました。しかし J リーグのクラブと各都道府県の代表が集う天皇杯出場をかけて臨んだ県予選は準決勝で敗退。6月に提出した J リーグ準加盟の申請は不受理となるなど、目標までの道のりの遠さを感じた1年でもありました。そして今年2014年、さらなる進化を遂げるべく11人の選手を迎え入れました。18歳から25歳の若い力を加え、ベテランが多かったチームの若返りを図りました。初めての外国人選手としてナイジェリア出身の2人も加入。新監督に海津英史さんが就任しました。新チームになって初めての公式戦は3月23日の三重県社会人サッカー選手権大会でした。この大会の優勝・準優勝チームは天皇杯の代表を決める三重県サッカー選手権大会の出場権を得ます。ビアティン桑名にとって重要な試合です。目標を達成すべく今年度ビアティン桑名が大きく変えたこと、それは練習の取り組み方です。去年までは社会人選手の仕事の関係で全員でのまとまった練習は一度もできませんでした。今年は毎日午前中に全体練習を入れることで連携を強化し競争心を高めてきました。日々の積み重ねに選手も成果を感じ始めています。競争することによってチームの力がぐっと上がりますし、またまあみんな最初はなかなかこうコミュニケーションが取れない状況でちぐはぐなプレーもあったんですけど、まあ日々の練習でコミュニケーションを取ったりとかしてコンビネーションが良くなってきたっていうのはすごく感じます。今度始まる三重県選手権、本当この1年をやはり左右する大きな大会だと思ってます。やはり昨年度悔しい思いをしましたので、もう今年は絶対に天皇杯を出るぞという気持ちで選手たちも本当にチーム発足当初にみんなで本当に目標を持ってですね活動し始めましたので、もうそこはもう絶対に何としてでもやっぱり成し遂げたい大きな目標でもあります。2014年、三重県社会人サッカー選手権大会初戦の対戦相手は伊賀市を拠点とする FC ブランチでした。試合は前半11分に豪快なシュートでネットを揺らしビアティンが先制します。その後も攻撃の手を緩めることなく相手を圧倒。途中交代で入った選手もゴールを決めるなど、前半で5点、後半に7点を奪いました。守備も相手の攻撃を完全に封じ込め、ピンチの場面すら訪れることなく勝利。目指してきたチームの形が垣間見えるような試合でした。続く伊勢大和との試合も3対0で勝利、準決勝へと駒を進めました。準決勝の相手はマインドハウス四日市。去年天皇杯に三重県代表として出場した強豪チーム、ビアティンにとって大きな壁です。試合はビアティン桑名が先手を取ります。前半12分、右サイドをドリブルで突破して中央に折り返しのパス、後ろから走り込んだ選手が強烈なシュートでゴールネットを揺らします。後半に入り
守備の時間が増えます。何度もゴールを脅かされますが、全員が守備の意識を高めることでなんとかマインドハウスの攻撃をしのぎます。嫌なムードが流れる中、後半26分でした。相手のコートでのボールの奪い合いを制し、角度のない位置からシュート、追加点を奪い試合のリズムを取り戻します。その後1点を追加して試合終了。3対0で勝利し決勝に進出。この大会の2位以内が確定しました。相手どうこうより自分たちがどんだけできるかっていうところで、コンパクトにして、みんながハードワークするっていうのが全員1試合通してできたんじゃないかなと思います。最初の関門を突破し一歩前進したビアティン桑名。6月下旬に行われる三重県サッカー選手権大会で優勝すれば、今シーズンの目標の一つである天皇杯への切符を手にすることができます。 J リーグへの道のりはまだまだ険しいようですが、いつか大きな目標が叶うようにぜひ頑張ってほしいですし、私たちも応援していきたいです。そうですね、はい、本当に期待したいと思いますね、あさって20日には三重県社会人サッカー選手権大会の決勝があるということで、ここで優勝を勝ち取って、そして6月下旬の天皇杯三重県予選に向けて弾みをつけてほしいと思います。